今の気分をくすぐるスタイリングを提案。クレーバー&キュートのテーマに、明日着られる通勤服として、さまざまな世代の女性が楽しめるスイング。この秋はヴィンテージ感漂う67歳クラシックテイストに、マニッシュとブリティッシュの要素を取り入れたスイングルオリジナルのスイートエレガンススタイルを提案します。モデルは河辺麻美さんです。モデルは岡島真由さんです。後藤由美子さんです。
見せるトレンドをプラスしたコンテンポラリー、セクシー、エレガンスを提案します。今シーズンのテーマはセブンティーンズグラマラスエレガンス。注目のクラシカルエレガンススタイルをビッキーらしく復活のブラックを中心に秋冬注目のカラーをふんだんに取り入れ展開します。
シッキープレイがご紹介でした。さて皆様いかがでしたでしょうか。さすが第三次審査を通過したモデルの皆さんですよね。とてもかっこよくキュートに決まっていらっしゃいました。さあそれではですね、ここで、ただいまモデルとして出演していただきました名古屋コレクション2011オータムウィンターのモデルオーディション第3次選考を通過したモデル候補9名の皆さんにお話を伺ってまいりましょう。それではどうぞご登場くださいませ。皆様大きな拍手をお迎えください。さあそれではですね、お一人ずつ自己紹介を含めね一言ずつお願いしましょう。では一番奥の方からお願いいたします。モロとサリーと言います。今は大学生に通ってるのと、あとモデルの事務所に入ってます。今日のファッションショーはすごく楽しかったので、名古屋コレクションでもあのショーの舞台で歩けるように頑張りたいと思いますので、よろしくお願いします。モデルになりたいという夢があるそうですが、どんなモデルさんになりたいですか。目標としているモデルさんいらっしゃいますか。好きなモデルさんは藤井里奈さんなんですけれども、すごいなんか女性としてのセクシーさとか魅力があって、そういう、モデルさんになりたいと思います。はい、ありがとうございます。ではお次の方お願いいたします。末岡泉です。一番この中で背が小さいんですけど、その背の小ささを売りにして小さい子たちの目標となるようなモデルさんになりたいと思っています。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。今日ですねモデル体験をしてみていかがでしたか。はい、初めてのショーで足が震えたりとかちょっとつっちゃったりとかしたんですけど、でもすごく楽しかったので大きな舞台で名古屋コレクションに出たいなってすごい思いました。はい、頑張ってください。ではお隣の方お願いいたします。はい、平田香織です。よろしくお願いします。私はファッションショーなどの経験は一応この中では唯一ってぐらいでなんですけど、あるんですけど、やっぱりもう一度大きなステージで歩きたいなと思いまして、今回応募させていただきました。モデルになるための日々、努力していることなんかあったら教えていただけますか。はい、やっぱり毎日も頑張りすぎない、体に負担をかけすぎないトレーニングと、あとお水をたくさんやっぱり飲むようにしています。なるほど、ありがとうございます。ではお隣の方お願いします。鈴木智子です。17歳で高校3年生です。身長は168センチあります。今回オーディションを受けたんですが、初めての経験ですごくいい経験ができたと思っています。今回ですねモデルに選ばれた時どんなお気持ちでしたか。最初9人に選ばれた時は信じられなくて自信もなかったのですが、今は3人残って絶対に名古屋コレクションを歩きたいと思っているので、応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ではお隣の方お願いします。飯田優子30歳です。今回こういう風にショーモデルをやるのが初めてで、今日いろんな課題があるなっていう風に分かりました。この経験を生かしてまた次挑みたいと思います。名古屋コレクションで歩きたいと思います。応援よろしくお願いします。はい、どんなモデルさんになりたいですか。目標としているモデルさんいらっしゃいますか。うちからこう普通なるものがこう発信できる、もうオーラでこうオーラが出せるように発信できるモデルになりたいです。はい、ぜひ頑張ってくださいね。はい、ありがとうございます。ではお隣の方お願いします。後藤由美子です。私は個性的な方だと思うので、その個性を生かしてかっこよくもなり可愛くもなれるような女性になりたいと思います。はい、ありがとうございます。日々努力をしている、スタイルを維持するために努力をしていることありますか。そうですね、
まずは体力がないと何もできないので、今私たち9人がトレーニングしているイニットシークレットを見て、その中で自分の体力のなさに気づいた部分もあり、それを改善していこうと努力しています。はい、ぜひ体力作り頑張ってくださいね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ではお隣の方お願いします。金井田涼子です。今は普通に会社員として仕事をしているんですけれども、この会社で働いているときはちょっとやっぱり夢とか持てずにいましたが、この名古屋コレクションのオーディションを受けてみて、すごい今ここの9人に残れていることがすごい不思議なぐらいです。で、なんかみんなにも夢を与えられる仕事ってすごい素敵だなって思います。今日目が合った方はぜひ私に投票してください。お願いします。はい、今日ですね、モデル体験をしてみていかがでしたか？本当にモデルっていうことをやったことがなかったのですごく楽しかったし、まあ、緊張もしたので足とかガクガク震えてましたけど、まあ、すごくいい経験になりました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。では岡島さんお願いします。皆さんこんにちは、岡島真由です。今日のショーを楽しんでいただけましたか？私は笑顔で常に生活することをいつも心に得ています。これからもずっと名古屋コレクションでも皆様に笑顔を届けたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。日々モデルになるための努力していること、スタイル維持の秘訣は何ですか？私はずっと運動が好きだったので、運動をちょこちょこやったり無理せず程度にやって、あとは栄養学をちょっと学んでまして、なので食事に気をつけたりしております。なるほど、ありがとうございます。では最後の方お願いします。はい、川辺あさみです。緊張しちゃいました。落ち着いてどうぞ。しがない大学生なんですけれども、今回せっかくここまで残れて、そのチャンスを無駄にしないように、精一杯頑張りたいと思っています。現役のモデルさんもいらっしゃる中で、素人の私なのでなんですけれども、気持ちだけは負けないように頑張りたいと思いますので、皆さん清き一票をよろしくお願いします。はい、頑張ってください。ちなみに、目標としているモデルさんいらっしゃいましたら教えていただけますか？好きなモデルさんは鈴木恵美さんで、目指しているモデルさんは今日も3着着せてもらったんですけれども、3つとも違うタイプの衣装を着せていただいて、で本番もきっといろんな種類のタイプの衣装を着せていただけると思うので、それぞれの衣装に似合うとかではなく、それぞれいろんなタイプで表情を、違った表情を見せるようなカメレオンモデルを目指しています。はい、ぜひね、頑張ってくださいね。はい、はい、以上9名の皆さんありがとうございました。皆様大きな拍手をお送りください。以上9名のモデルさんの中から皆さんに選んでいただきましたファイナリスト3名が当日のランウェイに登場いたします。ぜひ皆さん名古屋コレクションホームページにアクセスして投票にご参加をよろしくお願いいたします。ファッションショーフィナーレです。